で、日本財団からはこれまでも海洋航空に関して東京大学にいろいろご支援をいただいています。で、その時に海洋アライアンスというものが教育研究を進めておりますが、今度はとりわけ初等中等教育にこうした海洋研究の成果を広げていこうと。小学校、中学校、高等学校、そして大学、そして院生というふうに一貫したこの海洋教育というものができるようにしたい、またしなければいけないというのが我々の願いでもございました。この度そういう意味で東京大学の特別のご配慮でありまして小中高校の海洋教育のあり方にご研究をいただき、またそれを文科省の学習指導要項の中にですね書き込んでいただけるようにしていきたいというのが私どもの願いでございます。各教科の関連している領域ですね、これをやはり海洋教育の視点から位置づけ直すということと、それから今申し上げましたように総合学習の過程、あるいは水産とかですね、特殊海洋に関わっている高校なんかにおけるそのカリキュラムの開発というふうに、いや具体化したところのレベルで提言していきたいと、こういうふうに考えている次第です。